ネタニヤフさんはテロとの戦いに日本が巻き込まれる恐れがあるっていうふうに言ったんですけど、うん、でも恐れがあるっていうよりはあの人の腹はですね、うん、これで日本がテロとの戦いに巻き込むことができてしめしめって思ってたんじゃないか、うん、思わざるを得ないですよね。まあ、そうかもしれないが、ね、ただいずれにしてもね、うん、相手がはめようと思ってはめたんならまだしもね、はめようと思ってないのにはまっちゃうっていうのがね一番バカだってことですから ね、 ねはまりに行っちゃったんですよね、はい。まあ、少なくとも自分たちの国のステートメント、そのエジプトでのステートメントとか、うん、ヨルダンでのステートメントはもっと慎重にすることは自分たちでできたわけですから、それはもう当然できるし、官邸の中でももっと慎重な意見はなかったのかねってある記者からも聞かれたんですが、うんうん、さあそれはもうあっちに行ってしまえばね、それはいくらでも総理の、うん、なるほど、うん、やっぱり総理の最後は思い一つ、うん、思いでそこまで逆らえないですからね。スピーチライターがいてスピーチを作っても、うん、当人がそれをちょっと書き換えてアレンジして言うことはできちゃう、うん、できるし、ただ今度はもうそこはもう十分共有されてるからおそらく原稿通りだとは思うんですけども ね、 なるほどね。だとしたらやはり外務省も含めて官邸そのものがこういうことを全く予期してなかったということですよね。でそのおっしゃる言葉で言えばね、はめようとしたかどうか別としてはまっちゃったねはまっちゃったとなんだと思いますね、うん、日本がこれまで通り本当にパッケージの中身はですね平和的な難民支援などを送り物として送ると、うん、そしたら放送紙をですねやっぱり危険な攻撃的な放送紙をですねやっぱりやめて、ソフトの放送紙に変えるというのが一番無難な選択というか現実的な選択なのではないか、政治的なね、うん、となると、まあ、この人という放送紙を取り替えるのが日本にとって一番いいことじゃないかと。私はね、まあ、一つこの事件を解決する無事に彼らを救出するね一つのまあそんなことをねその確実な当てもないのに気楽に言うなというご批判を承知の上であえて言えばね、はい、おっしゃるようにそのメッセージを出した本人が辞めるっていうのが一つ大きな可能性としてやってみる価値はあると思いますね。ですね、はい、これは2人のやらないでしょうけどね当然2人の人命かかってるんですから、はいはい、パッケージの中身は本当に我々は平和的なものなんだと、うん、ただ私が非常に攻撃的なことを言い過ぎたんで、うん、私が辞めますんでどうかイスラム国の方その2人を解放してくださいと、首を切られてないやめてください。その代わりも無差別な暴力とかね、うん、そういうものはそれはいけないことだし、うん、そして難民となって困っている人たちに対するその支援の手は日本は引き続き差し伸べますよと、うん、冗談抜きで言えばそれぐらいオプションとしても含めて考えるべきが総理大臣のお立場だと私は思いますけどもね、うんうん、本当に重い一言でした、一番いいところで締まりましたんで、はい、まあ、今日はこんな感じで、締めくくらせていただきたいなと、はい、なんとかとにかくどんなシナリオでもいいからなんとか2人が無事にね帰ってくればいい、 それを願ってますけどもね。何かこう安倍政権下で起きた事件なんで、はい、多くの国民がもうこれ無理だなと、うん、なんか諦めてる節があるんですよ、うん、でもそうじゃなくて安倍さんが辞めさえすればもしかしたら2人が助かるかもしれないと、これも私もこの気がつきませんでした、うん、なんとか日本は、ね、平和な国であってイスラム国と大喧嘩しようと思ってるんじゃないということを表明してもらえればねいいんじゃないかなと思いますね、うん、ということで妙案を出していただきまして今日は本当にいいインタビューに緊急インタビューでしたけれどもなったかなと思います。